幼年の前にエミさんは USM の1年生です。エミさんと友達は話していました。一人の男の子がたくさんの本を持っていました。それからストーリーが始めました。わー、たくさんの本ですね。めめしいですね。勉強は君のたった埋め仕事が上手です。この人は本の虫です。試験で好成績を得ますが気持ち悪い。こんなんですわ、大嫌い。もう大丈夫ですか？本が重いですね。手伝いましょうか？痛いですか？気づかないですか？傷を見せてください。大丈夫、はい、いいよ。土曜日に一緒にスポーツをしませんか？私も行こう。いいですね。私も内外だスポーツをしませんでしたから。一緒に行こう。じゃあ
作業資料は感謝を表します。一番は作業資料は感謝を表します。一番期待です。私は皆さんに私の過去を語ります。4年の前に私はお母さんの死去から自殺したい気分になった。その時、よく私の友達が話しかけていました。そして救われました。